次も30分ですよ。行きましょうか。まだまだ行くよ。頑張ろうね。まだ時間があった。ごめん。よし。よし、次も30分行きましょう。頑張ろうね。
さん大丈夫？あともう30分よいしょ。30分やってで、どうしようかな。5分休憩すれば、まあ、30分5分っていう感じでなるかな。あとじゃあもう30分ちょっといきましょうか。すいません、ちょっとね、ずっと鼻の調子が悪くって。あさっきの休憩でもやってたんですけど、割と休憩の時体を動かすように座りっぱなしになるとあれなので、立ったりとか、さっきみたいに逆立ちしたりするんですけど、さっきはね声出せなかったんですけど、昔やってきますわ。逆立ちをね、なんか逆立ちすると頭がすっきりするんですよ。これ全然科学的根拠ないんで参考にしなくていいんですけど、30秒ぐらいいけるかな。30秒、3分、7、6、30秒頑張るか。4、行ってきます。30秒もたないかも。よいしょよいしょ、いけ。うわぁ、いけ。で、逆立ちながら、なんか下まで行けないですけど、ちょっと 腕立てみたいな感じのをやってて、あ、いけいけ。うわぁ、30秒いったかなみたいなね感じをよくやってます。まあみんなも休憩の時、まあ別に真似する人はないんだけど、座りっぱなしでずっとやるよりはいいのかなと思います。で、休憩時間もね、どうだろうな、自分は割と30分作業の時は5分休憩でやることが多くて、休憩長くしちゃうとね、こうなんつうんだろう、うまくこう戻れなくなる、休憩の方にさ気持ちが行き過ぎちゃう感じがして、その時によるかな。なんか疲れが溜まってて、あーちょっとこれ休憩多めに欲しいとか、多分5分休憩だと切り替えられそうにないみたいな、ちょっと外散歩してくるかみたいな時は多めにね時間取りますけど、やっぱ多めに休憩取ってYouTube の動画見ちゃったりとか、その娯楽の方に足を踏み込みすぎると戻ってきにくくなるんで、そこうまくコントロールしながらっていう感じですかね。あと1分半。あとは休憩あれだね、休憩終わった時に、終わってからよしっていう気持ちで入るんじゃなくて、休憩のタイマーが鳴る直前によしって言って、タイマー鳴った瞬間にみんなだったらシャーペンがもう始まるというか書き始めるみたいな感じにするといい。すごいね、細かいことなんだけど、そう、休憩が終わってスタートっていうよりも、スタートっていうかなんか準備を始めるんじゃなくて、準備は休憩時間にやる。そうで、休憩が終わった瞬間に本当走り出せるというか歩き出せるようにするといい。さっきの休憩の時も自分イヤホンをして準備してタイマー鳴って打つから編集再開みたいな感じするんですけど、まあこうやって時間気にしてるとね、なんていうか変に緊張の糸が切れすぎないので、一番持ちやすいんでよくやってますので、よかったら参考にしてみてください。じゃあラスト30分ですね。あ、そうそう、編集でさ、編集してるとやっぱこう面白い場面とか NG の場面とか笑っちゃうんでね、多分なんか横側でニヤニヤしてるかもしれないんだけど、まあ、気にしないで、みんなもね、まあ、画面見てないと思うけどさ、うわパソコン見ながらニヤニヤしてるよ、ハイチってね、思うかもしれないけど、気持ち悪がらないでください、泣いちゃうから。じゃあラスト30分いこう、頑張ろうね。いくよ、ちょい準備する。よし、行こうか。
Thank you.
れ様でした。ちょっと自分の編集がめちゃくちゃキリが悪いんですけど、あと30分いきますか5分休憩してまあ動画ねだってもう終わろうって方は終わってもらったけど、動画だからさどこでも切れると思うんで、ちょっと5分休憩してもう一個行こう。2時間コースでしょちょっとねここで例えばさ私喋ってますけど、例えば勉強してる時も、まあ、時間で測るんじゃなくて本当はね量で決めろっていつも言うので量で決めてほしいんですよ、まあ、この動画使うにはちょっと時間によってしまうとは思うんですけど、例えば、一緒に勉強しようとかでも30分ってあるから、じゃこの30分でここまできっちりやりきってやるぜみたいなね、まあ、30分で時間の制約はあるんだけど、時間にこう、あ、時間じゃない、量でうまくねコントロールしてほしいんですけど、自分もね今やるときにさ30分だから今編集してる動画が元の動画が6本とか7本ぐらいの動画をこうつなげて編集をしていくんだけど、例えばさっきの30分だったら、1個前の5本目までのカット割りとかを全部きっちり整えるとこまでやろうみたいな、一応それはクリアして、で今さラストの動画のね今カット割りに入ってるんですけどちょっと今ちょうどいいとこでさ勉強の時も例えばこうじゃあ時間区切ってて、こういやでも今時間来ちゃったけど今なんか気持ち的に乗ってるみたいな時ってどっちにやった方がいいのかなみたいな、で気持ちは乗ってるんだけど今休みになったから休みにした方がいいかなとかってあると思うんだけど、自分はですね乗ってる時は乗り切っちゃいましょう、うまく使っちゃった方がいいと思って、そうだから別にみんな今試験してるわけではないので、そうきっちりこの時間しかダメだよとかやらなくていいから、気分が乗るならどんどん行っちゃっていいと思います。はい、ただなんていうのかな、気分が乗りすぎちゃってなんかすごい行ける時あるの、なんか勉強範囲みたいなそうすごい範囲になってて、めちゃくちゃ勉強ができるという、今日やばいやばいやばいみたいな、でこれね いいことなんですけど、行き過ぎるとちょっとまずい、待って電池が、ちょっと充電つなげようかそうでね、行き過ぎるとまずいのが、人って勉強だけじゃないんだけど頑張りすぎたあと、例えば勉強だったら翌日次の日とかにね反動くるの結構で、それは疲れちゃったっていうのももちろんあったりはするんだけど、どっちかというと昨日あんだけ頑張ったから今日はやんなくてもいいかみたいな、これなるのね、これねすごくよくなる勉強において。そうやっぱり勉強ってね毎日やるのすごく大事な、大事、毎日、ちょっと待って刺さって反抗期かお前、なんで OK よし、そうだから今日すごく頑張れたって、すごくね頑張れても拍手なんで自分に拍手してやって、だけど昨日は昨日、今日は今日、明日は明日の話だから、今日こんだけやったから明日はサボっていいわっていうのは違う。でもね、でも例えば明日とか、まあ、冬休み中とかさ帰省する方もいるかもしれない、もしかしたらねとかあって、どうしてもこの日家族の予定があったりとかして勉強時間が取れないみたいな、頑張っても10分かなみたいな、でしょうがないじゃん物理的に、だから前もってそれが分かってるから明日の分を前日前にやっておこう、今日頑張るぞ明日の分もしょうがないっていうのは OK、それはいいと思ってる。でも昨日頑張ったから今日はいっかっていうのは違うじゃん、意味が。そうだからね、そこはね気をつけた方がいいですと。あれちょっと待って、なんか濡れた。さあなあよいしょ、これ2時間きっちり使ってくれてる方とかいるのかな、ね、なんか一緒に勉強しようシリーズって自分の時代にはもちろんなかった文化なので不思議なの、撮っててこれいつも思うんだよね、使ってくれるのかなってでもね あるとそれで頑張れるっていう方がいらっしゃるんで、いろいろパターンを分けてね60分だったり、今回みたいに35、35、35、35みたいなねパターンとか、まあこれからもちょっと違うパターンは作ろうとは思うんだけど、リクエストだったら書いといて、コメント欄に読ませてもらうので参考にします。じゃあこれでラストにしよう、本当にね2時間になりますので、
頑張ろうか。始まるね。よし、準備するよ。じゃあラスト30分参りましょう。レッツゴー。頑張ろうね。
2時間お疲れ様でした。ぜひまた使ってください。ということで引き続き編集頑張ります。みんなも頑張ってね。また。